エスペラントとは、ルドビコ・ザメンホフとその弟子が考案、整備した人工言語。母語の異なる、人々の間での意思伝達を目的とする、国際補助語としては最も世界的に認知され、普及の成果を収めた言語となっている。創案者のラザロ・ルドビコ・ザメンホフは、 世界中のあらゆる人が簡単に学ぶことができ、世界中ですでに使われている母語になり変わるというよりは、むしろすべての人の大二言語としての国際補助語を目指してこの言語を作った。ザメンホフは、帝政ロシア領ポーランドのビャウィストク出身のユダヤ人眼界で、ユリウス歴1887年7月14日に、ウンア・リブロでこの言語を発表した。現在でも、 彼の理想を追求している使用者が多くいる一方、理想よりも実用的に他国の人と会話したり、他の国や異文化を学ぶためのものと割り切って使っている人もかなりいる。今日では異なる言語間でのコミュニケーションのためのほか旅行、文通、国際交流、ラジオ、インターネットテレビなど様々な分野で使われている。 英語を国際共通語として当然視してしまう、姿勢への対抗的姿勢がとって変わるべき国際補助語としてこのエスペラントを持ち出すこともあった。エスペラントを話す者はエスペランティストと呼ばれ、世界中に100万人程度存在すると推定されている。当初は特別な名称を持たなかったが、 ザメンボフがエスペラント博士というペンネームを使って発表したため次第にエスペラントの名で呼ばれるようになったこのエスペラントという単語はエスペラントで希望する人の意味でありこの単語それ自体でこの言語を意味する日本語の故障は日本エスペラント協会などが使用しているカタカナ表記のエスペラントが一般的だが 言語であることを強調するために、エスペラント語と呼ばれることもある。中国語では主に、世界語と呼ばれるが、前述の、希望する人から訳した、希望語という呼称も存在する。エスペラントの創案者、エルエルザメンホフ1887年に、ワルシャワで出版されたエスペラントについての最初の本。 うんは、リブロエスペラントは1880年代に、ルドビコ・ザメンボフによって草案された。最初の文法書、単語集は1887年に発表された。最初、ザメンボフは、ラテン語の復権が、言語問題の解決策になると考えていたが、実際に、ラテン語を学ぶと、その困難さに気づいた。一方で英語を学んだ際。 名詞の文法上の性及び複雑な格変化並びに動詞の認証変化を省略できないかと考えた。言語を学習するには、たくさんの単語を覚えなければならないが、街を歩いている時偶然、ロシア語で書かれた二つの看板を見て解決策を思いついた。と、という二つの看板には、共通してスカイルという設備字が使われていた。 彼は一つ一つ別々に覚えなければならないと思われていた単語を、節字を使って一つの単語から一連の単語群として作り出せるようにする方法を考えた。基本となる語彙は多くの言語で使われているものを採用した。1878年、現在のエスペラントのプロトタイプといえるリンウェイ、ユニーワーサラをザメンボフは、ギムナジウムの同級生たちに教えた。 その後6年間、まず各民族語の文学作品の翻訳と試作に取り掛かり、新しい言語の欠陥や運用上の扱いにくさをなくすことにした。ザメンホフは、後の1895年に、ロシアのエスペランティスト、ニコライ・ボロフコに宛てた手紙に、私は6年間を言語を完璧にするために費やした。たとえそれが1878年の段階ですでに、 出来上がっていたとしてもと書いている。彼はすでに自らの言語を公表できる準備ができていると考えていたが、ロシア政府の検閲がそれを許さなかった。これにより公表が遅れたが、その間、彼は旧約聖書やシェイクスピアの作品などをエスペラントに翻訳し、言語の改良も重ねていった。1887年、ようやく出版された、ウヌアリブロで、 エスペラントの基礎について紹介した。こうして今日話されているエスペラントが世に出された。最初のうち、エスペラントの和者同士の交流の手段としては、文通か雑誌、ラ・エスペランティスト程度しかなかった。1905年までに17のエスペラント関係の雑誌が発行された。活動は最初ロシアや東ヨーロッパに限られていたが、次第に西ヨーロッパやアメリカ、 アジアに広がっていった。日本では1906年に、双葉帝氏名が、日本最初のエスペラントの教科書、世界語を表した。1904年小規模な国際会議が開かれ、それが1905年8月、フランスのブローニュシュルメールで行われる、最初の世界エスペラント大会の開催につながる。この時は33の国から688人が、参加した。 大会でザメンホフは、エスペラント運動の指導者としての地位を公式に放棄した。ザメンホフ自身がユダヤ人であったため、反ユダヤ主義による偏見が、言語の発展を妨げるのを恐れたためである。彼は、エスペラント運動の原理に基づいたブローニュ宣言を提案し、大会出席者たちはこれを採択した。1905年に、 フランスのブローニュで開催された第一回世界エスペラント大会でエスペラントの基礎の変更を制限する宣言が採択された。宣言は言語の基礎をザメンボフが出版したエスペラントの基礎から変更してはならないとし、いかなるものもこれを変える権利を有しないとした。この宣言は使用者が適当と思うように新しい考えを発表しても良いとしている。しかしながら、 実際には、現代のエスペラントの使い方は、エスペラントの基礎で示された、お手本と完全に一緒というわけではない。例えば、私は、これが好きです。の一文を、エスペラント文に翻訳するときを例に説明する。エスペラントの基礎に沿って訳せば、ミレメイズシーチューンとなるが、これは、私はこれを愛しています。の意味となり、少し意味が強すぎて、 ふさわしくないと感じるエスペランティストが多く、実際には、ミサタスシーチューンで代用することが多いが、これは、元来、私はこれを高く評価します。という意味であり、元の意味からは少しずれている。また、シーチュープラカスアルミと訳すこともある。畜語分けすれば、これは私に気に入るであり、完全に同じ意味ではないが、こちらの訳の方が、私は、 これが好きです。の意味に近い。他の慣習的な変化としては、国名を表す設備字が引く UJ- から I- が主流に変わったことがある。また、厳密に言えば、エスペラント化された単語のうちから A で終わる単語は全て形容詞であるが、ヨーロッパ諸語でのマリアのように A で終わる名前が使われることがあり。 これを慣習的にエスペラント化された名詞として認められる辞書もある。ただし、エスペラントの基礎に従うなら、エスペラント化された名詞は、すべてマリオのように王で終わらなければならないはずであり、この立場を取る辞書もある。またの発音が、とりわけ難しいとされて、K に置き換えられるなど、語形変化も起こっている。加えて、エスペランティストたちは、 新しく登場した事物や概念、外来語を表すために、様々な信号を取り入れた。例えば1934年発行のプリーナ、モールタロは7004項目からなるが、2005年発行のラノーバプリーナアルストリタモールタロは16780項目からなる。これらはそのまま使うのではなく、可能な限り、 エスペラントの造語法などに従った形で取り込まれている。例えば、コンピュータは、コンピュートロといった具合である。これにより、テレビや、ウェブや、ウィンドウズやマックなど、座面ホフの時代には存在しなかった事物も自由に表現できるようになっている。例えば、CD-ROM の中の瓶というフォルダにある、ボールペンのアイコンをダブルクリックすると、ウィンドウズに、 ワープロのプログラムやファイル、フォントなどがインストールされます。この時インターネットに自動的にアクセスするので通信を許可するようにファイアウォールを設定してください。といった文章も現代のエスペラントでは表現できるのである。信号の導入はエスペランティストなら誰でも提案することができ、最終的には一種の 競争原理を勝ち抜いて、最も頻繁に使われるようになったものが受け入れられる。例えば、コンピュータに関しても、コンピタトロ、コンプテロなど様々な提案が行われたが、最終的にエスペランティストにとって、最も簡潔と思われる、コンピュートロが勝ち残ったのであるするという意味が、付け加えられた。エスペラントの言語としての統制機関として、アカデミーオデエスペラントがあるが、 個々のエスペランティストに厳しい制約を設けるようなことはしていない。信号はどんなものでも受け入れられるとは限らない。例えば、安いを意味する信号。シーッパは、長たらしいまるテコスター多く、費用に変わるものとして作られたが、あまり使われていない。1905年以降、世界エスペラント大会は2つの世界大戦の間を除き、毎年開催されている。 1920年代、国際連盟の作業言語に、エスペラントを加えようという動きがあった。イギリスのロバート・セシルや日本のニトベ・イナゾーを、はじめ10人の各国代表者が賛同したが、フランスの代表者、ガブリエル・アノとの激しい反対にあい、実現しなかった。フランス語は英語に、国際語の地位を脅かされつつあり、エスペラントを新たな脅威とみなしていたためである。 エスペラントは人工言語であるため、公式にはどの自然言語とも類縁関係にないとされている。どの国の言語でもないため言語による民族感情に左右されず、特定の民族に有利になったり不利になったりしないため、誰でも使用の恩恵を受けられると言われている。しかし実際には文法、語彙ともにヨーロッパの諸言語、 とりわけロマンス語を基礎に成立しているため、既存の語族に分類した場合、エスペラントは陰王語族に分類されるとの見方が20世紀初頭からある。そのため、非ヨーロッパ言語の話者には習得や運用が難しいという、日本を含む非ヨーロッパのエスペランティストからの指摘もある。発音体系はスラブ語の影響を受けているが、 語彙は主にロマンス語、ゲルマン語から採用している。ザメンホフが定義していない文法上の語用論や層については、初期の使用者の母語、すなわち、フランス語、ポーランド語、ロシア語、ドイツ語などの影響を受けている。特に、フランスやハンガリーのエスペランティストの働きは、無視できない。ラテン語及びギリシア語などと同様、語順は自由であるが、慣習上、 英語と同じような素母文系が多い。また、形容詞が名詞の前に立つことができる。四角及び対角以外の角は全知詞によって示される。陰王語特有の屈折語的性格と語感に節字が付属していく、硬着語的性格とを合わせ持つ言語であり、これは英語、ドイツ語などとも共通する点が多い。エスペラント利用者の分布。 エスペラントの使用者人数調査は、ワシントン大学の心理学教授シュドニー・エス・カルバートによって行われた。カルバート自身、エスペラント大会に出席したことがある、エスペランティストであった。カルバートは160万人の人々がエスペラントを、フォーリンサービスレベル3の能力で使いこなすことが、できると結論付けた。これは、専門的で官能な人々に限定した数字である。 この調査は、エスペラント使用者を探し出すものではなく、多くの言語の世界的な調査の一部分が元になっている。この数字は、ワールドアルマナックとエスノローグにも登場した。この数字は、世界人口の約0.03%に相当するが、この数字では、ザメンホフが目指した普遍語にはほど遠い。エスノローグはこの他エスペラントを母語として育った。 エスペラントボゴア社が200人から2000人いると言及した。カルバートは研究の結果だけ公表し、調査方法の詳しい点については明らかにしなかった。それゆえ、彼の研究の正確性は疑われている。ドイツのエスペランティスト、ズイコ・ファンダイクはこの数字を疑い、改めて調査して、神話なしのエスペラントの中で、その結果を発表した。もし、 100万人のエスペラントは社が世界中に平均的に散らばっているとしたら、ケルンには180人にいることになると予想した。ズイコゼックは30人にしか流暢に話す人を見つけることができなかった。そして、この数字は世界の平均的な地方よりも高い方である、と言及した。彼は、また、様々なエスペラントの組織の登録者数が2万人、おり、 組織に登録されていないエスペランティストもたくさんいるだろうが登録されている人の50倍もいるとは考えにくいとも言及した他のエスペランティストたちも組織の登録者数と非登録者数がそんな比率で存在しないと考えているカルバートのデータあるいはその他のデータでもエスペランティストの人口を確実に弾き出すことは不可能である エスペラントを公用語としている国は存在しない。20世紀初頭には、ベルギーとドイツの国境付近に存在した、中立地帯も、レネの公用語をエスペラントにする案が提案された、こともある。1968年に、アドリア海上に、石油プラットフォームに似た、人工島を作って、独立宣言した、自称国家であるローズ島共和国はエスペラントを、 公用語として採用したが、翌年には、イタリア海軍により爆破され消滅した。政府組織、特に、エスペラント関係団体などでは、作業語として使われている。最も大きいエスペラントの組織、世界エスペラント協会は、NGO の一つとして国連とユネスコと協力関係にある。ウェアにおいて、日本を代表する国別団体として、 1919年に設立され、1926年に財団法人化された日本エスペラント協会が活動している。2020年発時点の会員数は1050人である。エスペラントはポーランド、クロアチアで無形文化遺産に登録されている。エスペラントの基礎はエスペラントを改造することを認めていない。しかしながら、歳月が経つに従って、 たくさんの団体、個人が、エスペラントの改善を試み、その改造案を提示した。改善の対象となったのは、事情付き文字や、女性警語備員、形容詞の格の一致などが多い。改造案のほとんどは失敗か、計画段階にとどまったが、唯一1907年に、パリで行われた、国際語選定代表社会で発表されたルイド、ボーフロンによるイド改造案は、 ある程度の支持者を得た。井戸の主な改造は、アルファベットといくつかの文法事項の変更であった。初期には、比較的多くの人が井戸改造案に賛同したが、この運動は短期間に改造に次ぐ改造を、予備次第に分裂していった。現在は改造もほぼ収まっているものの、井戸後の使用人口、影響力ともエスペラントとは、比較にならず、これもまた、成功したとは言い難い。 ファズルなどの新しい国際言語案も、エスペラントを意識したものと言えるが、これも、エスペラントを脅かすレベルまでには全く、到達していない。エスペラントのアルファベットは、アルファベットと呼ばれ、ラテン文字アルファベットにサーカムフレックス付きアルファベットと、ブレーベ付きアルファベットを加えた28文字を、使用する。Q、W、X よび Y は、人名や、 科学記号など特殊な場合を除いて使用しない。各字母の名称は、母音字は、その発音、死音字はその死音に、母音を付けたものである。ちなみに、Q、W、X 及び、Y の名称は、それぞれ Q くを、W、ドゥオブラボー、X イクソ、及び Y プスイローノである。英文タイプライターなどで、ダイアクリティカルマークが付いた文字が表示できないとき、 別の文字に置き換えてダイアクリティカルマーク付き文字を表現することを代用表記と呼ぶ。H、X は類はハットなどを文字の後ろに加えダイアクリティカルマーク付き文字であることを示す方式が主流だが、o W に置き換えるなど、エスペラントで使用しない文字に置き換える方法もある。何をコーチするかによって H 方式、X 方式のように呼ぶ。 現在はユニコードが普及したことにより、コンピュータの上では代用表記の使用は少なく、なってきている。H 方式 H 方式、または、座面ホフ方式は H をーチする方法で、唯一、エスペラントの基礎で定義されている方法である。そのため、第二の聖書法とも呼ばれる。ただし u にだけはーチしない。 フラグヘイバノのように代用表記に見える綴りがあると紛らわしいという欠点がある。エスペラントですでに使われている文字を転用するこの方式が採用されたのは活字の数を増やしたくなかったためと言われている。X 方式 X 方式は X を構置する方法である。X はエスペラントでは使用しないため置き換えるのが 簡単であるという利点から、インターネットなどで広く使われている。ただし、フランス語の人名や名詞、形容詞には、お、う、またはうで終わるものがあるため、このような、置き換えたくない文字の処理をどうするかが、問題になる。この問題を避けるため、お UX と書かずに、VX と書く方法があるが、あまり広まっていない。 エスペラント版、ウィキペディア、ウィクショナリーの代用表記エスペラント版のウィキペディア、ウィクショナリーには X 方式が使われており、サブスト、XC を、サブスト、XG を、と、X が付いた文字を自動的に事情付きのものに置き換える機能が付いている。以前のバージョンでは、おと入力すると、おのように表示はされるが、リンク先は、 おとなり、おという記事名で、新しい記事を作ることができない不具合があったが、現在は解消されている。キャレット方式方式は、C、G ハットのように、ハットを放置する方法である。については、U、U からの双方が見られる。H 方式などに比べて、見栄えが良くないという欠点はあるが、キャレットが、サーカムフレックスと同じ形であることから、 初心者やエスペラントを知らない人でも容易に理解できる利点があり、こうした人々を読者に想定した文書などでよく使われる。テクスでの代用表記テクスでエスペラントを記述する場合には H 方式も X 方式も使いにくいということでバベルパッケージでは独自の方式を使うことになっている。この方式では事情符がつくべき文字の直前にハットを置いて表す。 この方式と X 方式は SED や O などの簡単なスクリプトで相互に変換することができる。かつてコンピュータがダイヤクリティカルマーク付き文字を扱えなかった頃は、エスペラントを何らかの代用表記で表すしかなかったが、現在は ISO、IEC8859 から3やユニコードの普及により、 コンピュータ上でもエスペラントのダイアクリティカルマーク付き文字を表示できるようになった。以下は HTML などで表示する場合の数値文字参照による記述である。アクセントは常に最後から2番目の音節にある。エスペラントのアクセントはアクセントと呼ばれ、日本語のような肯定アクセントではなく、英語などと同じ強弱アクセントである。英語では 同音でアクセント位置によって意味が異なってしまうデザートとデザートをエスペラントではデザートゥーとデゼルトのように音を変えて取り入れている。この例はフランス語の音からまたはその中間型を取り入れたとも考えられる。アクセントの位置によって単語を区別する必要がないため人によって肯定アクセントになってしまったりあまり注意が払われない場合もある。 綺麗に発音するため、イタリア語などと同じように、アクセントのある母音を心持ち長めに発音するのが推奨されている。ただし、最後と最後から2番目の母音の間にシ音ンが2個以上ある時は、アクセントのある母音を短く発音し、シ音ンがないか1個だけの時に長く発音する。これに加えて、最後と最後から2番目の母音の間の副シーンの第2。 要素が L、R のものとケ、ヘル、DZ である場合はアクセントを長く発音するというものもある。また、特に死などで語末の母音を省略することがあるで示すが、その場合でもアクセント位置は変わらない。最初のエスペラントの語彙は、1887年にザメンホフが出版したリンボインタネー社の中で定義されている。初期には、 約900語が定義された。しかしながら、言語の使用者は必要に応じて、多くの言語で、国際的に最も使われている単語を取り入れて使う、ことが、文法規則によって許されている。1894年、ザメンホフは、最初の5つの言語のエスペラント辞書、ユニバーサラ・モールタラを発表した。その時から特に西ヨーロッパの言語から、多くの外来語が、 エスペラントに取り入れられた。より多数の使用者が取り入れた単語が人気を得て広まっていった。近年では新しい外来語や造語のほとんどは技術用語または科学的な用語である。日常的な用語はすでにある単語から合成して作られるか、あるいは既存の単語に新しい意味を追加して使う傾向にあるはコンピュータの入力機器の意味も持つようになった。 新しい外来語を取り入れるか、それとも、既存の単語から新しい単語を合成したり、既存の単語に新しい意味を加えたりして対応する方がいいのか、この種の議論には限りがない。エスペラントを学ぶ人は、基本単語に加えて、単語が結合する規則なども覚えなければならない。新しい単語を作り出す権利は、すべてのエスペランティストが持っているため、 造語法を学ぶことは非常に重要である。新しい単語はエスペラントのコミュニティで使われていく中で次第に淘汰され、ほとんどの場合、最終的に一つの形に落ち着くことになる。例えば、コンピュータに相当する語は最初、コンピュートマシノ、コンピュートロ、コンピタトロなど色々な形が使われたが、最終的にコンピュートロに落ち着いた。しかし、 データを表すだてのとだつもなど、複数の形が並存している例も見られる。単語のうちいくつかはそのままの意味の他に、慣習的な意味を持っている。例えば、ワニを意味する、クロコダイロから派生した、クロカディリという動詞は、エスペラントを話さなければならないところで、自国語を話すという意味がある。最大のエスペラント辞典は、ラノバプリーナアルストリタモールタロデエスペラントであり、 16780個の5コント46890個の複合語句が記載されている。2005年最新の改訂版が出版された。これは英語などの辞書と比べると非常に少ないように思えるが、実際にはエスペラントの造語法に従って自由に複合語を作ることができるため、実際に世界で使われている語彙は数十倍に上ると考えられる。 エスペラントは、陰謀語を元にしているため、屈折語的性格を持っていると言われることがあるが、文法上の性を持たず、語感に、一定の節字や文法語尾を付け加えて、語の意味を限定したり拡張したりするなど、硬着語的性格をはるかに色濃く有しており、実際にはほとんど硬着語であると言って差し支えない。名詞及び、形容詞は四角及び、対角の二つの格を持つ。 名詞及び形容詞には、さらに単数及び複数の区別があり、形容詞は、それが関わる名詞に合わせて、角と数の変化をする。対角語尾には、移動の目標を表したり任意で適切な前置詞の代わりをしたりする働きもある。対角があるため、ロシア語、ギレシア語、ラテン語、または日本語などのように語順は、比較的自由である。なお、動詞は、 認証変化しない。次の品種区分が、エスペラント日本語辞典で行われている、名詞、代名詞、形容詞、副詞、動詞、数詞、前置詞、遠位接続詞、中属接続詞、関東詞、関詞。また、疑問、指示などに使われる語で、分類からは代名詞、副詞などの広範囲にまたがる45語については、総称して、相関詞ということがある。 なお、代名詞を認証代名詞、疑問代名詞、指示代名詞などのように分け、動詞を自動詞、他動詞と分けるように、さらに細分化して扱うことがある。エスペラントでは、すべての名詞、形容詞、動詞と形容詞などからの派生副詞は、語根とその単語の品詞を表す、品詞語尾の組み合わせによって構成される。例えばフォートは、 フォートマイナスという語感と名詞を表す語尾をから成り立っている。品詞語尾によって単語の品詞が分かり、また品詞語尾を変えることにより品詞を変化させることができる。例えば、フォルタとすると強いという意味になる。品詞語尾は名詞 A は形容詞 E は副詞をそれぞれ表す。名詞あるいは形容詞の品詞語尾の後ろに J を加えると 複数型になる。対角にするには N を名詞あるいは形容詞語尾の後ろにつけ、複数形の場合は複数形語尾の後ろにつける。動詞には方や時性を表す6種類の語尾がある。形容詞は名詞の数と角に一致させる。すなわち就職する名詞が複数形の場合は形容詞も複数型にし、対角の場合は形容詞も対角にする。ボナ 他語を例に、一致の変化を示す。形容詞の数と角の一致によって語順がかなり自由となり、また、形容詞名詞、名詞形容詞のどちらも可能であることによって、標準的なスボ型のほか SOV 型やビッソ型などの文も作ることができる。ただし初心者は、この、一致を忘れることが多い。合計すると2個以上になる。 複数個の単数形の名詞を修飾する形容詞は複数型にする。除述的な形容詞は対角としない。エスペラントでは語根の数を絞り、その代わり多くの語彙を派生語で表す。上述の品詞別の単語も派生である。また、接頭辞、接尾辞を有効利用する。例えば、語根ロングは不定冠詞はない。すべての性、数。 格に関係ない定下にしらがある。ないは、同義の英語対格にするには N をつける。私をは、ミニッツとなる。所有格にするには、形容詞語尾 A をつける。私のは、ミーアとなる。所有形容詞は、形容詞の一種なので、普通の形容詞と同じように、複数語尾や対格語尾の変化があり、ミーンライブロイン、私の本を、のように、 名詞の数と格に一致させる必要がある。動詞の不定形は不定詞とも言う。不定形以外の現在形から命令型までを定形または定動詞と呼ぶ。現在形から未来型までは直接法である。また、家庭型は家庭法と命令型は意思法と呼ばれる。動詞に関しては平常文での動詞の位置は原則として 文の要素のうち主語の後ろに置かれることが多いが、実際にはかなり自由である。エスペラントには助動詞と明確に呼ばれる品詞がない。ポビ、デビおよびボーリーなどは、下に示すように、西欧語などでの助動詞と同じような意味、用法を持っているが、他の動詞と活用上区別されない。同様に、存在動詞にも活用上の区別がない。英語などとは異なり、自動詞と、 他動詞の区別は厳格である。英語やフランス語などにあるような、時性の一致はない。不規則動詞は全く存在せず、世界一不規則動詞が少ない言語として、ギネスブックに登録されている。動詞は認証変化しない。例として、感知を使って変化を示す。分子はわざと層によって6種類存在する。これらの分子と複合時性を作る。 助動詞のように働く動詞、ST の三次性との組み合わせによって、エスペラントでは、細かい次性表現が可能である。分子と ST を組み合わせた分では、能動体、受動体それぞれ9種類ずつ、次性表現のバリエーションがある。必要なら現在完了進行形のような、複複合次性を作ることもでき、バリエーションはさらに増える。以下にバリエーションを列挙する。 9種類もバリエーションが存在するにもかかわらず、分子を使った複合時制はエスペラントでは好まれない。英語なら現在進行型や現在完了型など複合時制を義務的に用いる表現でも、エスペラントではそうを表す副詞を使用して単純時制で表現する場合が多い。受動体の分子形容詞を使えば受動文を表現できるが、エスペラントでは 受動文を避けて、能動文で表現する傾向がある。分子は動詞に分子を作る設備字をつけることによって、作る。下の表は分子を作る設備字の表である。例として、形容詞の品詞語尾 A をつけた、分子形容詞を挙げる。分子形容詞は、形容詞の一種なので、角、数の変化をし、分子形容詞が修飾している名詞に一致させる。 形容詞の品詞語尾 A を、副詞の品詞語尾のマイナス E に付け替えれば分子副詞、名詞の品詞語尾のマイナス O に付け替えれば分子名詞になる。分子副詞はイタリア語のジェルンディオ、フランス語のジェロンディフなどのようなもので、文の主動詞に対する同時性などを表したり、分子構文を作ったりする。分子副詞は書く、数の変化をしない。他動詞から作られた。 分子形容詞と分子副詞は対角目的語を取ることができる。分子名詞は分子形容詞や分子副詞よりも動詞的性格の薄れた完全な名詞である。たとえ多動詞から作られた分子名詞であっても対角目的語を取ることはできない。大抵の場合、その動作をする人物を表す。分子名詞は書く、数の変化をする。 エスペラントには4つの方が存在する。直接法直接法の時制には現在、過去、未来があり、それぞれの動詞の語尾はあず、いず及びおすである。現実動作及び状態を表現する。継続中の動作は、分子形容詞を使った複合時制を使う方法もあるが、単純時制を使う方が、一般的である。ドイツ語などのように、近い過去や近い未来。 確定した未来を、現在型で言ってしまうことはない。過去はあくまでも、過去、未来はあくまでも未来である。確定した未来か、未確定の未来かは、エスペラントでは区別されない。不定法不定法の品種語尾は愛であり、辞書に載っている形である。同式を作ることができるが、定同士とは異なり、主文を作ることはできない。エスペラントの不定詞には、時性がない。 ちなみに、井戸語の不定詞には現在、過去、未来の区別がある。不定詞の名詞的応報不定詞の名詞的用法は、不定詞を名詞のように扱うことである。主語、目的語、保護の役割を果たす。目的語として用いられた場合でも、対角語尾 N はつかない。名詞を修飾するのは形容詞であるが、動詞を修飾するのはあくまで副詞である。これは主語たる。 不定詞の述語として用いられるのも、また副詞であるということを意味する。複合動詞動詞デビ、デジリ、ラジティ、ポビなどの後ろに、動詞の不定詞を置くことで、複合動詞のようにすることができる。英語での助動詞と不定詞との関係とよく似ている。ただし、デビ、デジリ、ラジティ、ポビなどは、いわゆる、助動詞ではない。エスペラントには、助動詞という品種は存在しない。 仮定法仮定法の語尾は明日である。単純な仮定法では、時制はないが、厳格に現在、過去、未来の時制を表したい場合は、複合時制を使う方法がある。命令法命令法の動詞の語尾は言である。命令だけでなく、依頼、要求、または禁止など主語に対する話者の、そうあってほしいという、意志を表現するため、意思法とも呼ばれる。命令文で主語が、 シックスの時、特に強調する場合を除いて、守護シックスは省略される。動詞 ST は、ラテン語のスム、エッセ、フイ、フランス語のエトラ、イタリア語のエッセレ、英語の B などに相当するものである。日本語では、あると訳されることもある。非常に重要な動詞で存在を表現したり、コピューラブのほか、分子形容詞を伴って、複合時制の文を作ることができる。 フォエ、アイ、エオン、タエのように、エスティ時代に節字をつけることができる。コピュラは二つの名詞句をつなぐ。挨拶分岐数参考のため、語り草を吹きし、漢語、外来語、和語の別を示す。吹きされていないものは和語である。ザメンホフ、またはエスペラントに由来する名称を持つ物体は、総称してザ、ザメンホフエスペラントオブジェクトと呼ばれる。 ゼオという単語は、ヒューゴ・レーリンゲルが1997年に発表したモヌメンテ・プリ・エスペラントで使用した語である。彼は、その著作で、世界54の国にある1044のゼオを紹介した。世界エスペラント協会には、ゼオを扱う委員がいる。最初のゼオは1896年に浸水したスペインの船舶、エスペラントである。企業、 団体別個人別作品中に、エスペラントやエスペランティストが明示的に出てくるものを示す。なお、エスペラントで物事を名付けている場合は、著名なエスペラント由来のネーミングのセクションも参照のこと。ありがとうございます。